大晦日は広く雨となり、地点によっては荒れた天気となるところも出てきそうです。飯島さん、大晦日はあいにくのお天気となるところも出てきそうですね。そうなんですね。深い気圧の谷に入って日本付近を前線を伴った低気圧が進みそうなんですね、はい、全国的に曇りや雨になりそうなんですけれども、こちらをご覧ください。これ週間の天気図のこれ31日大晦日の午前9時の予想なんですけれども、はい、ここにちょっと前線の形を書いてみますね。そうしますと、寒冷前線がこのような形になっていて、そして低気圧が四国沖付近とおそらく日本海に発生します、はい、そして高気圧は関東本州のはるか東の海上にあるんですけれども、このような低気圧が進むことによって全国的に曇りや雨になりそうなんです。で、今雨とお伝えしたんですけれども、実はこの南東海上に高気圧があるということが一つネックで、この高気圧からの湿ったそして暖かい南寄りの風が、まあ、全体的に見ますとね、このように吹くために、こういう時っていうのは気温が下がらないんですね、はい、まあ、いわゆるこの低気圧の形、南岸低気圧という形で、関東地方では雪が降るかどうか心配になるんですけれども、高気圧がこの南東海上に大きくある時っていうのはまず雪は降らないんですね。そして北日本に至るまでこの暖気の影響を受けますから、札幌などの北海道の主要都市でも雨が降るところが多くなりそうなんですね、はい、で、この低気圧や前線は翌日、2024年の1月の1日になりますと日本の東に遠ざかって地理的に西高東低の冬型の気圧配置になるんですが、この冬型の気圧配置というのは先日22日頃のような大寒波というほどのものではなくて一時的になりそうなんですけれども、やはり日本海側ではちょっと天気がぐずつくところが多そうですね。はい、この後日本海側を中心に大晦日お天気崩れていきそうです。この後の最新情報にも注意が必要ですね。そうですね、はい、今のところあの初日の出のね、見える化マップというのがあるんですけれども、はい、今のところ西日本の太平洋側を中心にまあバッチリということになっているんですが、ただねちょっと自分がちょっと心配なのは沖縄とそれから伊勢湾の周辺ですね、はい、この辺りはひょっとすると抜けてくる雪雲、あの雲やあるいは沖縄地方では東寄りの湿った空気によって雲がかかりやすいかもしれないのでちょっと要注意ですね、まあ、そこら辺をちょっと注意しながら見ていただいて、またあと関東地方などでもね、可能性ありとなっているんですけれども、これあの東の海上には低気圧の雲がありますから水平線からの日の出というわけにはいかなそうです。はい、こちらの初日の出マップを含め大晦日のお天気はウェザーニュースのアプリから確認することができますので、ぜひご活用ください。